祝い参りまでーす。雨の中ありがとうございます。一緒に少し短い間ですが楽しんでいてください。挨拶の歌おはドキドキの始め
皆さん、改めまして、前美穂と申します。名古屋でコツコツと一人ぼっちで歌っております。今日は名前だけでも覚えて帰ってもらえたらなと思います。何ですかね、すごい。この雨は何なんですかね。皆さん、誰ですか、雨男。私は多分晴れ女なんですけど、ちょっと強力なパワーに勝つことができず、今日はあいにくの天気ですが、皆さん会いに来てくださって本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。声聞こえてますか、皆さん。大丈夫ですかね。短い時間ですが、この曲歌いたいと思います。気持ち的になりました。気持ちクリームパスタを思い切り飛ばしてみた。これまでは苦手だった僕にとっての大人の味。今では一人きりで食べるだけでできるし、できなかったことも一気に心に変わっていく。
振りかけた故障でくしゃみが止まらない解答の知りたい影を避けて歩く凍えた雪かき白い息を吹きかけた手を繋いで帰ろうよ明日も明後日も使ってる方よかったら仕事帰り遊びに来てください。
そして来月6月7日と8日に、なぜか2つ、2連続でライブが決まりました。嫌そうな顔した人が数名いらっしゃる気がするんですが、気のせいということで、6月7日、ミュージック、ごめん、作品ファクトリーというところで、あすみさんとキアラさんという方とやります。あとは8日はミュージックバーボードでやります。よかったら、来てください。Twitter もやってますので、お友達を、あんまり普段お友達いないんで、増やしたいなと思っております。よかったら、フォローしてください。最後は皆さん、もう雨で凍え切っていると思うので、一緒に体を動かして、ボードしましょう。絵描きの歌ということで、絵描きの歌でさよならしたいと思います。今日はありがとうございました。みんなで楽しんでください。この皆さんで呼び寄せください。皆さん、こういう感じがいいんですけど、ちょっとここは頑張って、そういうのやめてください。入れないんで。ありがとうございました。